おはようございます。おはようございます。おはようございます。では始めさせていただきます。はい。でまず計測なんですけども、キーパーなしの3匹リミットでその場で計測していただくんですけど、アングラーの方が計測していただいて、その数字をカメラマンが点にすると。まあウェイトはまあメモしていただければいいんですけど、まあ佐々木に LINE するって話があったので、今皆さんにエリアの画像と一緒に LINE を送りましてなので、多分僕の方が一番上に来てる感じだと思うので、はい、そこに数字を適当送ってもらえれば大丈夫です。あと帰着は17時に現地で、つまりここに帰ってくるのではなくて、そこでストップフィッシングしてもらえば大丈夫です。はい。まあ、あと、まあ、エリアに関しては画像にある通りなんですけど、まあ、安全第一でお願いします。はい。じゃあ、今からもうスタートしますので、はい、じゃんけんしていただいて、はい、まあ、1番、2番、3番決めましょうか。はい。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。お、初めてなの後から見ることもできない。なんだこれ。スタート前に、はい、フライト1番の方から順に、まあ、今日の意気込みとお二人に対する一言をちょっと言っていただいて、はい、言ってお願いします。はい、いるまで。あ、なるほど。私、ここ初めてのフィールドで、楽しみにしてました。はい。なので、まあ、初めてということと、まあ、逆に初めてなんで、何回か経験がある2人とまた違う、そこを思い切ってできたらまた違う釣りができるんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。そうですね、2人とも対決はおかっぱりでなかなかない機会なので、この際ギャフンと言わせたいなと思います。はい。はい、はい。まあ、もうポテンシャルあるフィールドなんで、で僕はまあ何度か来てるんですけど、まあ、今回このぶっつけっていうのは、まあ、最初はねちょっと運みたいになっちゃうと思うんですよ。まあ、見立ては想像はあるにしても、ただそっからこの1日でどう最もねいい釣りを見つけられるかだと思うんで、まあ、柔軟に行こうと思うんですけど、この2人オリキンはボートで対戦はあるんですけど、まあ、おかっぱりは初めてなんで、まあ、ボートはギャフンと言わしてるんでおかっぱりもコテンパンにしたろうと。勝也はおかっぱりでもやってるんですけど、一番こういうのにめんどくさいタイプなので、立てついてこれないようにしたいなと思います。はい、はい。僕も、まあ、そんなにいっぱい来たことはないんですけど、まあ、三河も八田原も何度か来たことがあるんですけど、まあ、ちょっと未知数なのが、まあ、水位とか、水位でこうどれぐらいの位置まで水が来てるかとかまでは僕も知らないんで、で当然下見とかプラをしてるわけじゃないので、まあ、ちょっと読めないなっていうのと、やっぱりこう季節の変わり目というか秋になってるんで、秋は正直全く来たことがないんで、まあ、ちょっとどれだけ違うのかが想像つかないんですけど、まあ、1日の中でこう、まあ、テンポ早くいろんな場所回って、まあ、いい場所といい釣り方見つけられないとちょっと難しいかもしれないんで、まあ、そこは一生懸命探して見つけたいなと思います。はい。で対戦相手折金さんはこういう対決は折金さんもおっしゃってましたけど初めてなんですけど、まあそもそも折金さんも小太郎さんも2人ともまあめちゃめちゃ強いんで、折金さんとは初めての対戦なんですけど、ちょっとこいつ強いなって思ってもらえるように頑張りたいなと思うのと、まあ、小太郎さんとは近くで1回対戦したことはあるんですけど、だからそもそもあんまり小太郎さんと同じ日に釣り行った時に小太郎さんより釣れた記憶があんまり僕ないんで、まあ、今日ぐらいは1回ぐらい小太郎さんを上回らないとなと思ってるんで、まあ、2人にしっかり勝てるように一生懸命やってきます。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。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 
I'ma get it, you know I be on the way. For them bags that they said I couldn't have, get the team. I got a vision for the things you ain't believe. And here's the motto, hard work, this over everything. It's that comeback. I'm calling plays, hit the pass, then the run back. Yeah, I'm far ahead and gotta run laps. But we ain't letting up, we never done that. Ain't nowhere to hide. You ain't gotta see me come and keep me on your mind. Cause I be on the way. I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, I'm on the way. On the way.最初はどっち行くんですか？最初、三河ダム。三河？うん。まあ、ダムの大きさがこっちの方が小さいから、わかりやすいんじゃないかなっていう。なるほど。はい。いや、ほんと初めてなんですよ。私。まだ湖面見てないですよ。映像でしか見てない感じ。映像。ストリートビューを、ストリートビューで一周しました。あ、ストリートビューのこの感じと、道路の感じは、道なりです。結構広いなっていう。エントリー場所とかは？エントリー場所全く分かんないですね。昨日まあ2人に 6km 道なりです、エントリー場所だけ教えてってそうなんですよ。だから今日はまあこの話いただいた時に、行ったことないのにあの2人と勝負かっていうのが、まあ、まず最初のインプレッションなんですけど、待てよ、あの2人と霞でやるよりよっぽどいいわっていう。あ、思い直したわけですね。はい、思い直しました。まあ、それと、まあ、秋だし、これがこの真夏の6月から8月とかだったら多分でもやっぱり経験ある方が多分さすがに強いと思うんですけど、この秋は多分そういうところから魚がちょっと死にますからね。そう、いなくなって、おがっぱりからだときつい時期でこうフラフラしだすので、僕にも勝機があるんじゃないかと、はい、むしろいろいろちょっと妄想が膨らむんで釣り的には面白そうだと。いよいよっすね。まあ、今回この今いる八田原ダムをやるのか三河ダムを行くのかっていう、まあ、どっちも僕は今日行くんですけど、まずどっち行くのかっていうのはまず分かれ目ですよね。そう、僕は三河ダムに行きます。まあ、今回この今いる八田原にするのか三河にするのか、まあ、途中で移動できますけど、まず最初どっち行くのかっていうのは、まあ、分かれ道ですよね。で、八田原の方がアベレージはでかいイメージがあるんですけど、今この季節の変わり目、今も涼しい、気温19度っていうところで言うと、捉えやすいのが僕今、まあ、経験あるんで三河かなっていう、っていうのが八田原の方が水がクリアで魚がバックウォーターから抜けやすいと思うんですよ。で、その抜けてった時にもう深みが、おかっぱりが今の水位だとおそらくできないんじゃないかなっていう。水位が96%だか 8% だか、いやもうほぼ満水なんですよね。で、一方の三河の方がこうバックウォーターから下ってって最初の縁に当たる部分がおかっぱりできるんですよ。まずはそこに行って離
判断しようかなと、あもっと上まで気配がありそうかなとかしたら上がりますし、でただポテンシャルはでかいのは張ったバラの方に分があると思うんで、となると今日も気温30度ぐらいいくんですよ。およそ30度、その暖かくなってから午後の方がいいんじゃないかなっていう、まあもう今のところのもう本当プラクティスもないんでの予想です。とりあえず最初三河の方から行こう、八田原のバックウォーターはお昼以降にしようかなと思って、多分まあ今の推移で 96.何% ってまあ多分相当多い方なはずなんで、それが普通なのかもちょっと分かんないですけど、まあ、それ考えるとあんまり朝一ちょっと八田原の場所が思いつかないんで、一箇所でちょっと八田原の布張ってある岬だけはすごい行こうか悩むんですけど、とりあえず最初三河の方がなんかあの足場が多いので、とりあえず三河から行けばその釣り場に立てる場所に困ることはないんで、ちょっとリスクヘッジするために三河行ってですね、で最初三河もバックウォーターの方は入らないですね。多分朝でもちょっと魚はいるんでしょうけど、なんか朝からこの秋でバックウォーターがいいタイミングではないと思うんで、夏ではないので、だったらちょっと本湖の方から行った方が打率自体は高いんじゃないかなと思います。というわけで三河に行きます。これ高太郎さん来た、謎のちょっと青子っすね。ちょっとここ最初 TD ハイパークランクの 1066Ti のあのお尻をマラブーフックに自作のやつに変更したやつでやっていきます。ちょっと普通のやつは使い分けるかもしれません。はい、ちょっとシルエットが大きくなるんで、僕あんまり正直2つとも得意じゃないんですよ。なんで三河も八田原も、でまあボトムは叩かずに中層ゆっくり引いて、あんまり水の感じ良くないですね。これある程度やってダメだったらもう移動しちゃいます。よし、じゃあよろしくお願いします。いけるよね。ちょっと狙いの場所と違うんですけど、そこせっかくなんでちょっと入れときますね。これギミ 4.5 インチの、まあ、これ今プロペラつけてる脳進化で、テールを4つに割いてる。最近ね、これ行く先々でよく釣れるんで、ここで使うのは初めてだけど、だから楽しみ。届くかな、脳進化。全然これは届くか。あ、届かなかった。あ、これ対岸釣れそうだな。この雰囲気だったらまだ水が全然秋っぽくなってないのと、まだシャローに小魚なんかがいっぱいいる。大丈夫だ、これ上でいける。だけど、まあ、やっぱちょっと水冷たいのかな。まだシャローに生命感残ってるけど、騒がしい感じとかボイルなんかもないし、で水温が今ね23度。うん、大丈夫。23度。この水温、この水の色、この生命感、まだバス
いますね。よし、じゃあちょっと歩きながら行きます。ちょっとまあそこなんですよね。見るからにこのなだらかなところから急傾斜に切り替わる、ここちょっとギリギリ歩きますけど、行きたいところまで行けませんでした。ダメだ、ごめんなさい、戻ります。行けなかった、行きたいところまで、残念。まあでも今回そういうことですよね。ただこれより上流も行けそうだなっていう雰囲気は分かった。皆さん、ファーストエリアはとりあえず、はい、ちょっとフラットあるのかなっていう感じ、ちょっとこう公園チックな感じで、多分山っぽいとこが終わって、こう山が山と山の間のでこう公園になって平らになってて、多分向こうも平らが始まるんじゃないかなっていうのと、あとはちょっと湖が上流から辿ってくるとくびれて弁当してるところの終わりなんで、まあセオリーでいくとこういうとこ魚多いんじゃないかなと思います。もう多分8月末ぐらいからあの大雨を降って、あのいわゆる夏のバックウォーターのピークは過ぎてるはずなので、まあ、だけど知ってる2人はパワーを知ってると思うんで、行かないわけにはいかないですね、これね。なんでそこをえぐるように、まああとルアーもまあおかっぱりじゃあんま投げないけどみたいなのを行きたいと思います。あと2人投げなそうだしね、これはね、はい、ただ威力はよく知ってるので、ワンチャンじゃないかなと。大きいの釣れるしね、はい、行ってみたいと思います。いいね、終わりだな、終わりだな。よし、じゃあスイスプーンからいくか。よし、スイスプーン1対4分の1いきます。いた。ちょっとボイルにやられたな。ボイルも狙い撃ちできる。でもたまにある
魚っ気がちょっと沖ですね。ちょっとそっち覗いてみよう。西に進みます。すみません。失礼しました。そんなにベイトがちょっと大きめにいるんで、チギは多分ちっちゃいのしかいないですからね。なんか雰囲気ないな。これ早めにやめちゃおう。でもこういうところからなんか魚大きいに出ちゃってそう。早めに川筋バックウォーター、完全なバックウォーターはまだやんないですけど、ちょっと川の幅がチョークされてるところあたり、まあ、でも絶対いいんで多分幸太郎さんあたりは行ってそうな気がしますけど、全然魚影は見えずですか。そうですね、あの15センチぐらいのバスはいっぱいいますけど、多分もう秋なんでそのバックウォーター以外は魚は見えることもないとは思うんですよね。移動します。いやーでもここだけめっちゃベイトいる。あでもバスもいるし、なんかハスもいるし、なんかよりどり緑ですね、ここだけ。あらら、これはこれあれですね、岩盤よりちょっとこの砂っぽい感じの方がいいんだな。これは最初からこういうとこ行けてればいいんですけどね、さすがにそこまでじゃなかった。すげえ岩盤にベイトいる。あそこ立てたっけかな、あの隙間。ちょっとうろ覚え。ちょっと今度はスティーズペンシルの 75F でいきます。じゃ難しいな。うわあそこやってでもそんなでっかくないか。前来たのが僕2年前なんですけど、その時も水位高いなと思ったけど、その時行けたところが行けなかったんで、まあさらに水位が高いっていうのと、まだ水が夏っぽさが残ってるんで、まあ上流にはいい。やっぱ上流水入ってる方がやっぱ魚も残りやすいし、で勝谷森金も下流にいるとすると、まあ今は存分にやれそうなんで。流れがないな、夏っぽいけど。ただ何気にバス敏感なんですけど、この青子があることでこっちのことを見えにくくしてくれてると思うんで、そこはいい。あ、今カエルが飛び込んだ。いいね、こういう感じ。カエルがいるじゃん。
やっぱ投げづらいっすね水位が高いからね、下歩けないんで釣りはしづらい。こういうシチュエーションでこうちょっと振っただけでもスムーズにキャストできるタックルっていうのはありがたい。よし、次行きます。今のところバスト気配はないですけど、いいね、このこういう感じ初めてかもな。ここまで青子があるのって、あ、でもこっから上流青子ないわ。あ、面白いこれね。まあ本湖の水ってわけじゃないけど、その下の水と上から来る水がそこでぶつかってます。だからそっから上流は青子がなくて、要は流れが来てる状態で、ここでこうぶつかって止まってるのが今ここって感じですね。こっから上陸とちょっと雰囲気が変わってくるはず。バズベイトも釣れそうだな。歩いてて木を見てます。水に張り出してる木、こういうの、こういうのがあったら突っ込む。枯れてるインレット、ちょっとここ見てみて、あ、もう川底見えてますね。一気に雰囲気変わった。サイト場になった。もうここから本当はスピニングないといけない場所だ。ここに来るとやっぱ青子がなくなって、目に見えて水も流れてます。やっぱこの今歩いてきてた中でどっかにいてほしいですね。やっぱさっきのとこ入らなきゃダメだな。入れなかったけど一気に雰囲気が変わっちゃった。一見いないっすね。あ、いた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 、川の真ん中泳いでる2匹。くぅ、これはいっちゃむずいタイプだな。キャストできないんじゃないか。いるけどって感じか。あれ、もう見えない、もう見えない。なりましたね。でもいました、川の真ん中を泳いでた。40ちょいだけど、上流からは生命感が薄くなってますね。さっきあの青子があった深みのところは岸際に生命感あったんですけど、こっち来たら薄い。もう旬は過ぎてますね。だからこっから下ってきます、対岸を。じゃあそーっとでお願いします。やっぱあそこが核心部っぽいな。あの青子があって、でそこにあの木が垂れ下がってるところ、あそこ絶対行かなきゃダメだな。あそこだよ、絶対行かなきゃダメですね。あそこ多分さっき諦めたとこだと思うんですよ。行けそうで行きたかったけど
これいけねえなって多分言ったとこだと思うんですけど、絶対行かなきゃダメですね。この生命感のないボトムまで見えてるところからこう青子で見えなくなるところ、あそこは絶対突っ込もう。今度はちょっとデカトップ系でいきましょう。デッカブメスジュニアで、これとストラートフォートレス68のコンビでいきます。魚は今見えてないですけどね。でもいるけど本当数匹しかいないって感じだな。これはなちょっとね、後で来たら魚の本数増えてるかもしれないですけど、流れ別にそんな強くないからな。なんか魚がこう午後になったらめちゃめちゃ増えるとかは、多少は増えると思いますよね。そんなになさそうだな。落ちてた。でかい。外れた。うわ、50アップだ。くそ、マジか。なんで腹筋が甘かったかな。くそ、ネット気にすぎたか。うわ、これ針外れてんじゃん。なんで、ちょっと急いでスプリットリング緩んでたのか。普通に2キロぐらいありそうでしたね。普段は起きないことが何か起きたの。まあ3匹どうにかして釣らなきゃいけないんですけどね。普通のサイズ3匹で勝てるとも到底思えないんで。そう、それとの戦い。これ最後になってやっちゃうとちょっとあれだから、そのね可能性をちょっと、まあ、あるかもしんないしダメかもしんないけど、おお、マジか。おっしゃ、やべ、食ったよ。バレんなよ、バレんなよ。よし、ナイスフィッシュ、やったやったやった。もういい魚。
スフィッシュじゃないですか。おおハッピーだ。あ、シャーンってやったらクランクに。ちょっとこれはヒントですね。おお、え、本当に1510151151、はい、やべえ、結構いいですね。いやこれはまだ負けてないんじゃないかな。私は今トップです。いや、そんなことないっすよ。サンキュー。いやーでもでかいな。ちょっとでかいっすね。サンキューサンキュー。いやー、来ましたよ。よし、あと2本。もうこれは、うん、そう、もうこれが入れ替わることはないから、あと2本でいいわけですよ。そういうことになりますね。あれが3本目で負けたらもうしょうがない。はい、それはね、もう本当に、まあフラット最初やっててちょっと上流側のドンブカの、まあバンク先端に立つとこう岸のね、ちょっとドンブカの方バンク負けるかなと思って、投げようと思ったら思った以上に木がすり出してまして、あーちょっとと思ってキャストの途中でサミングして、手前に落とそうと思ったらややね、そのEコースのインサイドに入って巻いた瞬間、巻いて本当に数秒で1メーターぐらいかな、ガンって食べてました。でもこれはいいヒントですね。こういうのをこう拾っていかないといけないかなと。具体的にどういいヒントになったんですか。まず浅いところで食ったっていうことと、大きいルアーに反応があったっていうことと、フラットじゃなくてそっち側の壁側にいたっていうことですかね。うん、いろいろこうなんだろう、一つ一つこうカードをこういろいろあるといただいて、そのカードを並べてどんな感じかなっていうのをこう考えるのがやっぱり初場所の面白いところ。もうちょっとカードを、ね、増やしていきたいと思います。はい、あれ今回ちょっとややこいかもな。この季節感と水位、おかっぱりできるところは限られちゃうけど、バスがこの水の雰囲気以上になんか秋っぽくてもう下っちゃってるっぽい。か、一回見に行く価値があるとすると、その最上流にとどまってる好きな子がいるか。本湖の岬っていうのが一つ正解かも。勝也が車止めてた、まあ、僕の場合なんですけど、まあ、こう季節の変わり目ってこうつながりでイメージしていて、夏からの今つながりで上流からじゃあどこまで下ってるのかなっていうのを見てます。ただ誤算は想像以上にこういけなかった。こう見た目のまだ夏っぽさが残る水とは裏腹に、季
季節は進行していて、バスは下っていて、おかっぱりで捉えるんだったら本湖の岬かなっていう。ただそれだと今後手に回っちゃうんで、勝谷のだもしかすると折り金も。少ないながらもやっぱいるはいるんだな。一回は追ったけどダメだった。もう見えてない。ちょっとだいたいで投げてる。反応しましたね。多分口にしたと思うんだけど入ってなかったっぽい。少ないっすね。複数匹じゃないもん。もうポツンとほんとたまに一匹。気合でどうにかなるもんじゃないっぽいかな。これは気合でいけるかこれ。あ、いやでもうっすら道あるな。いやでもこれ立てないっしょ。出ないですね、水に出ても。これは厳しいな。いやマジで結構さっきのショックでかいな。引きずっちゃいけないんだけど、ちょっとサイズが今回取れそうなマックス級だったんで、ね、多分2000何百とか2100グラムとか。香港のフラット面とかも朝バンクラッターとかでやったらよかったな。逆にこういうね、こんだけクリアだとバンクラッターみたいな通常の跳ね物は難しいですけど。今度はですね、スティーズポップクラッカー、これでちょっとタイガーを狙っていきます。届くはずギリギリ。ちょっとな、水も綺麗なんで、これ普通によっぽどねボリュームのあるルアー沈めてサイトで食わすか、それかトップウォーターで騙すか、2択しかない気がしますね。なかなかあんま止まるところはね、ああいう草がちょっとボサッとしてる場所ぐらいしかないんで。対岸の岸に落とすぐらいの勢いじゃないと多分なんか食わなそうと、雰囲気が。これが道だ。これ張ったバラもきついんじゃないかな。あっちの方がバックウォーターメインになっちゃうから。
あーしゃ出たスキップ返し。あーでもかわいいな。ちょっとそっち一回よいしょ。すごい勢いで食ってきたけど、よいしょ。はい、一匹目勢いよく食ってきた。通しやすいところじゃなくて上にこう枝が渡ってて、その上をスキッピングで通過させて返す刀で泳がせたらバクってきた。はい、あーちょっと一安心ですね。うっさ。はい、新方式ですね。これラバーネットは濡らしてます。魚体を傷めない工夫。はい、じゃあ入れます。ほい、お、はい、じゃあカウントお願いします。1020。はい、1020。ありがとうございます。あー、よかった、キロアップだね。はい、いやでもね、かといってバックウォーターきついっす。まあ、いい雰囲気なんですけど抜けてる、うん、ほぼほぼ抜けてるし、いるやつももう泳ぎ回っちゃってて、今釣れましたけど、ここは本当に一級ブッシュなんで基本ついてない。うん、だからこっから、まあ、下りながらやっていきます。もう上流は行きません。なんか結構良きタイミングにちょうどバスがも居合わせたって感じです。そうですね、いたんだろうし、まあ、あとここがこのブッシュ自体もいいんですよ。大きくかぶさってて、で水中にこうかぶさってるこの根っこが多い、これ大好きなんですよね。幹からはみ出してるこの根っこがブワーっていいシェードになって、でちっちゃい小魚とかエビもよくつくんで、でこの上流のクリアゾーンじゃなくてちょっと水深も出るし、この青子ゾーンが始まってすぐのところにある、もう対岸から見て一等地だなと思ったところ、ここで一回15分休憩取ります。うん、もしかしたらその間に入ってくるかもしれないんで、今の時間が19分、なんでこっから15分休憩します。はい、はい、ありがとうございました。ないな、さすがに。おでかいのいたわ。まだちょっといるんだな。これな、魚がうまくこう壁沿いにいてくれたら食うかもしれないですけど、壁以外使うと難しそうっすよね。この何もないんで、ボトムでなんか食わせたりとか、コウタラさんとかだったらスピナベサイトとかそういう方法あるかもしれないですけど、ちょっと僕は思いつかんな。でもあんまりいないか、さすがに。一本ね、そこそこサイズはいたんで、ゼロってことはないと思いますけど、なんか水の量的には結構少ないんで、一応2匹ぐらいいるけど、あれは食わんな。よっぽどね、こう岸びたについてたら食わせられたりしますけど、あれはな、よっぽどなんかタイミングよくボイルとか、あのね、ベイト今溜まってますけど、ああいうベイトに反応した時とか、そういうのじゃないと無理だろうな。まあでもこの時間になったら魚ちょっと泳いで、陽気も陽気だし、いますね。いました、いました、発見した。スピナベセイトにやられた
一匹が。うわ結構いるな。結構いるじゃん。よいしょ。うわまた橋の下から出てきた。うわあれでっか、あれでかいわ。でっか、でかかったー。楽勝ですね、楽勝、あら楽勝です。下ってっちゃった、うん、下ってちゃったです。アウトサイドが向こう側っすね。ここからそこがアウトサイドになるな。さすがに上流なのかなっていう。魚の目線が上方向というか、まあアフターの時はすごい上を向いてたりするけど、それとはなんかまあやっぱ真逆で、若干ボトムにこうノーシンカー置いていった時に上は全然見なくて、ボトムを置いたぐらいでちょっと焦がしたら見に行ったんで、ちょっとダウンショットにしてみます。じゃあリーダー結構短めにするんですか？うん、そんな長くないですね。ただまあキャストした時に、まあ、あんまりボトムに近いと、ちょっとふわっとした感とか出ないので、あとちょっとあの角度がきついと、あのちょっと離れたぐらいの方が良かったりするんで、まあ流れもあるし、ちょっとなんで、まあ10センチちょっとぐらい、普通っちゃ普通ですね。なんかもうちょっとフラーっと泳いでも見えそうな気しますよね。うん、どうだろう。でも僕が思ってたよりは、はい、あのうん、あそこの 4,5 匹かな、多分全部で。うだ。4号ぐらいありそうですけどね。さっきのあれよりはるかにでかかったです。ナイスキャスト。あの下にいますよ。まあでもボートでできないからこのクオリティが多分あるんですよね、間違いなく。でごめんよ。うわっ、また二重トラップ。間違えた。パッとトリプル、嘘でしょ。でトリプルトラップの末に岬に出ましたと。まあ、こうずっとこうアウトベンドで来てて、一発目のこう大きい張り出し、ああちっちゃい魚がいっぱいいるね。ブラックバスもネコリグの方が早いかな。あ、追い川なんかもいるな。こ
この張り出しの上に乗っかってる。あ、めっちゃいるね。岬だな。これ本港の岬、小魚すごい回ってる。ハイパークランクで岬の中層を、あ、火が出た、火が出た。これバスはひっきりなしに回ってくる。本当の10センチくらいの。ただ岬としては朝勝也がやってたところの方がいい。今ちょっとああまずいなっていうのが勝也ですね。その違いってどういうところにありますか？その岬の違い。あーと、ここは結構広く張り出してるんですよ。で、かつてのところの方がこうシャープで、でゴツゴツしながらもストンと落ちる。結構メリハリが効いて、なんかあっちの方がよくつきますね。ここなんかはいいと思います。このゴツゴツしながらも垂直気味に入っていく感じ。こっちは影にならないんですよね。ああいうんだと水中に影ができるんで、ちょっとこんなアプローチダメかもしれないけど、ただ対岸にはもっといい雰囲気のシェードになってるバンクがあるんで、やっぱりロッド1本になると一気に楽ですね。これはやってもしょうもねえな。くっそ、こんな浅くなってるのか知らなかったな。これすぐ移動します。これ回収して、くそ、残り時間考えるとハッタバルのメインバックウォーターに行くの得策じゃないな。いいですよ。いやこれはいい。コンビニエンスです。コンビニエンス。ワームかと思った。やばい。あ、う、あ、クランクだ。どっちにしようか迷ってクランクにしようって思ってたのを忘れてました。これ全然届かないですね。はい。これ減衰したら、うわ、こんなとこ絶壁に立ってるのがいいですみたいな。お、カエルだ、カエルだ。この手はリミットを揃えるのがなかなか、いや楽じゃないっすね。そうですよね。なんとか見つけないと。自分との戦いも加わってきますね。
頭を回し続けて常に最善を模索しないと。ただ今下流まで来て、まあ、中流で張り出しやったんですけど流れが全くなくて風もないからもうちょっと一回上がってみてバックウォーターが終わるあたり行ってみます。すごいですね、誰も来てないっていうポジティブに。クモの巣ありますよ。あやべえ、クモの巣だらけ。よし、じゃあこの辺から行く。水はいいな、一回強めにフレックスジグにスクーパーマグナムからいって、もうそこで行けないですね。朝市は上流側から入ってで行きたいところまで行けなかったんですけど、今これ下流側から入ってるんですけど、上流からの流れがこの大きく曲がるところで当たって、しかも一発目の深み、で上流はもう魚っ気がなくて、そこからこう青子ゾーンがあって、でここに来てまた水が良くなる。で岸際見るとちっちゃい魚がいっぱいいる。やれる距離短いんですけどちょっと粘ってみようかなと思ってます。このエリア内を泳いでる魚いると思うんですよ。届かなくても泳いできたタイミングで勝ち合えば、生命感ある。ただ捕らえるのが確率が低い。さっきももう何もないとこででっかい魚追われてましたけど、雰囲気ある。ありゃー、なんか当たった。小さいかな、部分だったな。ちっちゃいのが果敢にアタックしてきたっぽいかな。まあ目に見えて流れはないけど、でもビタ止まりってわけでもないな。よどんでない。なんか この辺まで川幅が狭くてここから広くなるような感じの場所なんですけど、そこまで僕も詳しいわけじゃないんで、まあ、こういうふうにこう幅が変わるような場所は流れがね、狭い場所は強いけど開けてる場所は緩くなるみたいな、なんか分かりやすいんで、ちょっとその分かりやすさでやってる感じですね。リグを変えます。ブレーバースリムの5グラムヘビーダウンショットのスイミングでいきます。あったから効くのかな、この釣りちょっと未知数ですけどね。
かなかどこにいるかもいまいち分かんないからな。今見えてる魚の姿は今ちょっと水に色つきすぎてるから、多分上流の方がいいんですけど、上流はちょっと人で埋まっちゃってるんでやれないし、なんか全然魚ってないんだよな、この広くなってるところあたりは。上なのかな、上か下かのどっちかですね。魚見えてるやつ狙うんだったら上でしょうし、この水を選ぶとなかなか見えないと思うんで。あー、ちっちゃいな、ちっちゃい、このサイズか。うわー、つらいな。でもまあ一匹は一匹ですよね。とりあえず一匹でやった。つらいなこれ。でもまあ連れてくれてありがとうだな。未来のゴジャップ、じゃあ測りますか。このサイズをウェイト測るの僕初めてですよね。はいはい、310g、 320g ですかね、310、はい 310g。 連れてくれたのはありがたいですけど、ほとんどゼロみたいなもんですよね。一応どんな感じだったところだったんですか。はい、どんな感じだったところだったんですか。一応この、まあ、岩場の見えなくなってるところをミドスト風に攻めてったら食ったみたいな感じだったんですけど、まあ、なんかこのサイズいっぱいこの辺泳いでるんで、まあ、パターンっていうパターンでもないんですけど、まあちょっとね、せめてキロぐらいは欲しかったですけど、ちょっとこれじゃダメですね。ちょっと残り時間で上空いてますようにお願いします。チャレンジしていきます。入れないのはもうしょうがないから、だいたいあったばらって、なんか過去に来た時の記憶もそんな感じなんで。30くらい狙いました。いや、ちっちゃすぎたな。ちっちゃすぎたな。はい、はい、380です。380、はい、ありがとうございます、はい、まあでももう一匹釣ったら2キロ超えますからね。確かにそうですね。最終的にあるのとないのとじゃ多分違う気がする。サンキュー。もしでかいのいたな。まだいます。500ぐらいの、なんかいっぱいいるっす。多分やってれば多分釣れちゃう感じがしたので、もうちょっとやってみよう。まあ普通の一日なんですけど、まあ、晴れて風もないから今はね活発に食べるって感じじゃないけど、おかっやっぱりから捉えにくいところまで行っちゃってるなっていう雰囲気。特に満水なんで、こうやれるバックウォーターからはほぼいなくて、で下ったあたりがちょうどやりにくくて、そうなるともう所々にある岬になっちゃう。まあ、その前にもう一回上流を見に来たって感じですね。
多分本湖の岬はもう後手に回ってるんで。でもね、僕が苦戦してるだけでバスフィッシングってやりようがあるっていうのが思うところなんで、こんな日でも複数匹いいのを釣る人はいると思うんで、それが僕じゃないと。それを見つけるっていうのが面白いところで、僕はもちろんいい日悪い日あるんですけど、毎日攻略したいんですよ。いい日もあるんじゃ嫌なんです。今日なりに攻略したい。丸見えですね。ピューって岸に入れたらね、寄ってったんですけどね、食べなかったっす。一匹だな。でもこの最上流はさらに行きます。ダメっすね。移動します。めっちゃむずい今回。あ、この中に入ったな。多分この中に入った。この中に入った。あれ嘘。こん中に入ったとかっつったらさ、この子が来ちゃった。あ、でもキーパーないから一応測るんすよね。そういうことっすね。すごい。はい、2匹目。ゼロ。はい、いきます。90、違う、これと 100g ってことか。100g。 はい、 100g。 はい、はい、よし、じゃあありがとう。そうですね、まあ、難しい時の三河、経験はあります。まあ、こうやってバックウォーター魚少なくて残ってるのも気難しくてっていう、ね、そう。どうしましょうね。どうにかしなきゃいけないですね。とりあえず飯行きましょう。道の駅のセラに。ここなんかめちゃめちゃ細かいベイト多いな。多分ここより上にいる魚って多分水位が高い時に登った居残り組みたいな魚たちで、多分純粋にこう下から上がってきて登ってくれる、来れる一番上は今ここだと思うんですよね。ここが多分ここから背になって浅いんで。ひとまず一本でもこの辺でいいサイズ釣らないとまず勝負にならないと思うんで、まあ本当ともかく魚がちゃんといそうな場所でしっかりこうでかいの、どんなにちっちゃくても千何百グラムとかそのクラスを1本2本、ちょっとできればこの周辺で2本ぐらいは釣りたいんですけど、多分そんな甘くないな。なんでちょっとここでもう1本追加できると次のプランが考えやすいんで、ひとまずは1本追加できるかどうかですね。ひとまずもう目先の1本で、ちょっとあまりにもダメそうだったらすぐ見切らなきゃいけないんで、ただダメなんですけど可能性を全く感じないわけじゃないのがちょっと難しくて、なんか本当タイミング次第では釣れそうな感じもあるんで、
ただやっぱそんなにやっぱバス今この時期なんで、このバックウォーターにそんないっぱいいるわけじゃないんで、そんなには良くないですけどね。そのパワーとしては多分三河の本湖とかやってたりする方がチャンスはあるかもしれないです。こっち来るんかい。あんまり気づいてない。いいね。いいよ。ああ、ドキドキした。久しぶりに。じゃあ、これの岸からぐるんと落ちてきたら、落ちちゃうかな。何が分かってんの。やばい、結構始まってきた。さあ残り4時間、なんとかあと2つはいいのかき集めないと。なんでもうピンピンに集中していきます。まあ一応ね、最上流からまあ中流まで見てか良かったところはなかったんですけど、その中ではここが良かったかなって。で日中にもう一回見といた方がいいかな、
シェードカバーなんで。でそれから下流の岬をやって八田原まで行くと。でも一箇所一箇所取りこぼしのないように集中していきます。あと2本はいいの釣らないと。行ってないところはまだ分かんないけど結構きついと思うんです。で最上流はバスいましたけど、まあ少ないのとその少ないバスがあまりに難しい。ギルがやっぱ浮いてる、朝よりも浮いてる。やっぱ魚はこういうとこに浮いてくると思う。ただバスがいるかどうかだよね。なんだよこれかよ。わかるんですよね。さっきよりちっちゃい。わー、大きいな。こうやってコロコロ来てるのに。はい、じゃあ行きます。はい、300です。難しいね。まあでも揃ったは揃った。あーめっちゃいるな。ダメだなこれ。ちょっとルアーが合ってないな。あ、ちっちゃいな、クソ。ちっちゃい方食っちゃった。ちっちゃいな。横にいいサイズいたんですけど、先にこいつが気づいちゃった。はい、だいぶ可愛いですよね。アプナスバグのロングリーダーダウンショットでした。ちょっとね、これじゃ厳しいですけど。頑張ろう。はい。一応測らないと。クソ。
これで測んなきゃいけないの。その横にいるやつがやっぱこれの隣にいた子が 1500g ぐらいあるんで、タイミング、まあでも大体こういうのちっちゃいの先行っちゃうんですよね。いや、ここまでなんかちっちゃいのばっかなのも初めてだな、このダムに来て。とことん外してってことです。行きます。はい、ゼロで合わせます。はい、よいしょ。はい、240g ですね。はい、240です。はい、240です。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、タイミングダメだな、これ多分食わないな。一気に最下流に行きます。はい、その心は。もう新しいシチュエーション行かないと変わんないな、この感じ。うん、もうやってないところ。まあでも下流の岬はイメージはあるし、ハッタバラはちょっとはなんとも、まあ、三河の方が釣りやすいと思ってきてこれなんで、まあ、でも行ってみないともう分かんないですね。ここが一級岬最下流で、ではまずこれやります。フレックスジグ 10g にスクーパーフロックダディ、これででかいの、中層に浮いてるでっかいのをいれば、ちょっとこれをまずは。勝也の姿がないっすね。朝はみんな三河だったけど、勝也はもうもしかしたら揃えて入れ替えに八田原の方に行ってるかもしれないな。そうやってどんどんね、釣りをよりこういい方向にさ。ただまだこれから分かんないしね。これからこれから行きますよ。ある程度カーブフォールストで沈めてって、そこからまたこの傾斜に沿わせるように持ち上げてくる。ダメだ、三河一旦諦めます。まあこの天気で、まあやっぱりカレントもあんまない。まあ、樹齢いったらちょっと流れてるぐらいで、任せて流れてたらどうかとも分かんないですけど、ただ本湖に関しては、水通し優先なのかな。朝の感じからしてもやっぱちょっと外側に魚が出てる感じで、水が止まってこの天気で青子も出てっていう感じだから、
まあ、フラットのこう浅いところはないけど、まあ、それに絡むようなこう外側のこのフラットの枠みたいなところには魚はやっぱりいるんじゃないかな。そういうところは多分食わせやすかったりするんで、ちょっとやっぱそういうところをやろうかな。まあ一通り回った結果、朝市のところがやっぱりまあまあスペシャルだったんじゃないかな。釣れる可能性あると思うんで、で朝はちょっと早いものとかね、強いものを入れてったんですけど、まあこの天気なのでちょっとスローダウン、まあワッキーとかミドストとかそういうのもちょっとやってみようかなと。まあ変わらずあのちょっとスピードがあるけど強くない、スピードスプーンとかはあるかなと。まあその辺はちょっと投げた、まああの粘れるところなんでいろいろやりたいと思います。いや、ここの魚は結構スピード感あるですね。ちっちゃいのも大きいのも。そうで、2匹目釣れた時も止めてシェイクとか全然食わなくて、パンパンってこうランショットでシェイク、まあ、軽くこう細かくじゃなくて大雑把にシェイクしながらやるとパンって食べる、そういう感じだったですね。流れ弱くなりすぎて水悪くなってますね。これほぼ水たまりだ。あの辺でボイルしてんだ。朝より流れ弱くなってるから、朝の感じでカバーの下に入れようとするとルアーがあんま流れてかないな。この流入量じゃバックウォーターとも言えないや。全然流れてない。もう朝より明らかに弱いですよね。朝の方がまだ、まあ、全く流れてないわけではもちろんないですけど、ほとんど無意味なぐらい。折金さんも、ね、さっき朝いたフラットエリアにいたからフラットはやれないし、空いてる場所だったらそこで粘るしかないよな。あーちっちゃい。くそ、うん、もうこのサイズしかいないのかな。一応これ測ります。まずちょっと一応ルール上ノンキーパーらしいんで、あのキーパーサイズなしらしいんで、はい、何グラムですか。210グラム。210。はい、しょしょ、厳しいな。ちょっと僕の釣りがあまりにもいけてなさすぎる。よし、あったばら行きます。さらば三河。ここにもう戻ってこない感じだといいっすね。そうですね、うん、向こうで見つけて、はい、
さあもう一本のバックウォーター、水は流れてます。お、ビッグな鯉がここまで来てるし、ベイトフィッシュがめっちゃいる。バスはここまで上がってきてないけど、なんだろうこれ、ちょっとわかんないけど、いい感じじゃないですか。うわほら見て見て、ナマズさん、鯉とナマズが一緒に泳いでる。うわここはありだったね。これがさ、水が冷たいとね魚っけなくなっちゃうんだけど、こんだけ魚いるってのはいいんだ。この水こっちだったね。誰かもうすでに来ちゃってると嫌だな。まあ、あの先に入ってる方はいるんだけどね。よし、期待していきましょう。うわこれ、うわすごいよこれ。こんだけいたらさ、夕方上がってくるんじゃない。めっちゃいるよ。アユだ、アユ、アユだよ、最高。だね、あばばば、それでも貴重な貴重なっつったらあれだけど、ごめんねごめんねごめんね、ちょっと待ってください、ちょっと綺麗にしていただきます。じゃあじゃあ、はい、じゃあゼロで入れます。140g、はい、ありがとうございます。さあ、三河八田原まで来て、そういうことになってます。はい、でも、ありがとう。かわいい、かわいいけど入れ替え入れ替えです。ここは八田原ダムです。ここは八田原ですよ。広島県八田原ダムに来ました。まあ、アユなんですけど、この辺に関してはもうジグで食うと思うんですよね。そこまでシビアじゃないと思うんですよ、この水色だったら。大群、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 来てちょうだい。大群いないですね。いやちょうどローライト乗っていいんだけどな。小バスもいっぱいいるし、
なんかドヨーンとしちゃってましたね。気づきました。これ止まったのかな、やっぱり。やべえですね、ちょっと。2、3頭はせっかく来たからですけど。まあ残り1時間なんで、もうどこにも行きません。これを流してみる。チビーブル4分の1オンスを小さいシングルブレードにしたもので、ちょっと早めに引いています。入れ替えになるのかな。あれ軽いのが210g。210g。一応測りましょうか。やります。はい、ありがとうございます。240g でした。ってことは今1キロと240とでしたっけね。まあでもいいや。進化 3.5 はちょっと浅いんでね、ちょっとリアクション気味には引っ張りたいから、ちょっと重くしたいんだけど、でも 3.5 は重いから 1.6g。 入れ替えだけど、よいしょ。入れ替えだけどって感じですね。よし、よいしょ。はい、頑張るためです。入れ替えだ。入れ替え。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあゼロになってね。今当たったけどちっちゃいのかな。岸にいる魚は間違いが浅いんですけどね。
わ、でかい。外れた。なんで。くっそ。なぜ外れたし。でかかったっすね、今のは。この釣りが当たりか。もしよかった、よかった。やっぱあそこやってますね。あと何分あります？20分。ようやくでかいの食ってきたな、ちゃんと。でもなんでかかなかったんだろう。でもそんな沖からこうね上がってくるんですけど、そんな深い方じゃないですよ、やっぱこう登ってくる途中。夕方になったから岸際で、岸にちょっといいサイズも寄ってきたんだろうな。これちっちゃいか、ちっちゃいな、これは。なんでこういう時だけサイズ落ちるんだろう。ちょっとこれは測ってもウエイト上がらないと思うんで、これは逃がします。これも小さいな、ちょっと早めに上げてリリースします。くそ、でかいのが食ってくるメカニズムがちょっと分かんない。よいしょ、よいしょ、ありがとう。 OK、 終了か。はい、もう久々にねこんなひどい釣りをしてしまって情けない限りなんですけど、どうしてもねこういいサイズを釣る釣りが僕は今回、まあ、このプラナーシのぶつけ本番の状態だと見つけられなかった、まあ、最後ちょっとここでね食ったのは多分でかいとは思うんですけど、なぜかそれは針がかからず小さいのだけ針がちゃんとかかるって感じで、まあなかなか僕の釣りでは今回はあのチャンスがすごく少なかったんですけど、あの三河のバックウォーターでまくってきた55はないですけど52、3ぐらいのやつがあれがキャッチできてたらちょっとこの後の組み立てとかも余裕が出ていい釣りができたかもしれないんですけど、でもそれももう実力なんで、いや悔しいっす。多分孝太郎さんとオリキンさんはいい釣りしてると思うんで、2人がどんな釣りしたか後で聞いてみたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あーもうあのでかいのだけでもいいから取りたかった。釣り人として悔やまれる。うわーマジか。参ったね。
いやー、あれ釣りたかったな。いやー、不完全燃焼だね、これは。不完全燃焼っていうか、燃焼もしないね。はあ、悔しいです。まあ、チャンスは少なかったな。うん、ちょっと、まあ、結果的には知らない中では釣れたけど、ちょっともうちょっと知ってやりたいってのありますね。うん、まあでもまた来たいかな、ここは。はい、魚大きかったしね。あとアグレッシブ、あの泳ぐスピードも速いし、多分スイッチ入ったらドーンっていうのが楽しめると思う。はい、まあとりあえず結果発表を迎えます。5分、お、5分じゃもうやれることないか。どこにも行けないですね。5分か。そっか、ダッシュ走って。あの木まで走るかな。走るか。走って間に合わなかったらもうそれまでだ。ここでやってももう50アップは来ない。逆転があるとしたら50アップみたいなやつか。 OK。 浅いな。めっちゃ浅いじゃん。あと何分ですか。犬ある。めっちゃ浅いじゃんか。がっかりする浅さでした。でも何が起きるか分かんないから、とりあえずキャストはしないとね。あー、なっちゃった。あ、出した。ありがとうございました。いやー、ありがとうございました。大苦戦でしたね。もうほんと釣ることすらで、まあ、今度はサイズがっていう、ね、まあおそらくみんなきついと思うんですけど、このバスがバックウォーターとか岸際からどんどんいなくなってく、しかもこの満水がやる場所が少ないという中で、まあ、何が最善、この3人の中での最善だったのかっていうのはね、まあでも、まあ、どっちのフィールドもやってみてね、の結果なんで目いっぱいやって、ただまあ僕は引き出せなかったかなっていうところですけど。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ、今日の釣りの内容や意見交換は後日やっていただくとして、はい、結果発表を行わせていただきます。はい、まあ、
まあ、佐々木さんから順に、はい、立ち位置の順に、まあ、自分の釣ったバスのウェイトを1匹ずつ発表していくという方法でいきますので、はい、お願いします。はい、まず佐々木さんの1匹目からお願いします。はい、1匹目 310g です。はい、2匹目、あ、ごめんなさい、すいません、すいません、すいません、レギュレーションを無視してしまいました。私1匹目 1510g。 おお、ラムさんお願いします。はい、1匹目 240g。 似合って感じ。いや、もう怖いな、絶対怖くないです。はい、2匹目 240g です。2匹目 380g。 川村さんお願いします。2匹目 1020g。はい、3匹目は 210g です。お疲れ様でした。伊川さん、3匹目お願いします。3匹目 310g。 ということは今佐々木選手 760g、 追い金選手 2200g。 はい、ということは940でどうぞ。当然リミットメイクしてます。470。 いやー、1500はすごいな。いやー、参りました。いやいや、乾杯です。まあ、ちょっといろいろあったです。いや、いろいろちょっと後でそれはライブ配信ですね。はい、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。おめでとうございます。おめでとうございます。乾杯です。マジかと思わなかった。もうきつかったね。いやー、もうきつかった。いや後で聞いてくださいよ。